三回守りに入る隙を与えるな。オーケーだ。了解。わかったのだ。一気に行くわよ。承知した。何でも言ってくれ。
けられるとは思わなかったわ。イーグルゲイザー了解。なかなかの
けられるとは思わなかったわ。まったく容赦ないね。2番機、了解だ。よし、わかった。わかった。目標の発生成功。承知した。何でも言ってくれ。よーし、つけた。
Thank you.
全部沈めたぞ。マイアーズ司令、敵艦を全て破壊しました。よくやった。この場所から早く離れたい。直ちに戻ってくれ。了解。ルーンエンジェル隊、帰還だ。戦闘はこれで何度目だろう。少しは慣れてきた気がしないでもないかな。いや、みんなご苦労だったね。マイヤーズ司令、何もわざわざ迎えていただかなくても。何言ってんの。こうやって直接ねぎらってこそ信頼ってのは築かれるものさ。司令。おい、タクト。呼び捨てですか。ちょっと相談があるんだ。付き合ってくれよ。相談？何の？俺のことさ。ああ、そうか。わかった。それじゃあオフィスまで行こうか。おう。親分。出て行っちゃうのね。なんか突然ですね。ミントブラマンシュとの契約が破棄された以上、とどまる理由はないからな。あれ？なんで知ってるんですか？マイヤーズ司令から大体は聞いている。親分がいなくなっちゃうのだ。いいじゃん。プディング少尉。アニス。さて、重要な知らせがあるんでみんなには集まってもらった。まあ分かっていると思うけど、アニスのことだ。彼女とは出会い方こそ問題だったけど、エンジェル隊の一人となってからはみんなも知る通り十分な活躍を見せてくれた。他のメンバーに引けを取らない素晴らしい功績を残していると思う。特に状況把握のスピードやその洞察力の鋭さは特筆に値する。さすがはトレジャーハンターといったところかな。機転の利かせ方も抜群だ。あんまり褒めんなって。だがしかし、不幸なことにその起点の良さを生かしすぎ、先日ミントとの契約を破棄させるに至ってしまった。彼女がメンバーから外れることは我々にとって大変大きな損失だ。残念でならない。ではノイエ復興支援計画調査部隊最高司令官およびルクシュオール艦長の権限のもとに、この場をもってアニス・アジトをルーンエンジェル隊臨時メンバーの任から解くこととする。アニス、短い間だったけどご苦労様。うっす。なお、みんなに挨拶をしたいそうなので聞いてあげてくれ。では、アニス。おう。そんなわけでだ。本当に短い間だったが、いろいろと世話になったな。迷惑もかけたと思うが、まあご愛嬌ってことで許してくれよ。正直みんなには感謝してんだ。ここでは仲間ってもんがどんなもんなのかを教わることができたからな。ガキの頃からずっと一人だった俺にはかなり新鮮だった。みんなで頑張りゃ頭数以上の力が出せる。これにはかなり驚いたぜ。ずっと忘れねえ。でも契約は契約だろ。それがチャラになった今、ここにいる理由はもうねえ。つるむってのも悪くなかったが、やっぱり一人ってのが自分に合ってる気がすんだ。適当にやってられるし、
周りに気を使うこともねえ。こうやって面倒な会議に出ることもねえし、報告ってやつも必要ねえ。何よりも規則ってやつに縛られることがねえからな。とにかくお気楽なんだよ、一人ってのはさ。でもよ、お気楽なんだけどよ、まあそのなんだ、どっかのヘラヘラしたよ、偉いんだか偉くないんだかわかんねえやつがよ、どうしてもって言うからよ、の残ってやることにしたぜ。え？親分言っちゃ嫌なのだ。いやだから行かねえって。嫌なのだ。だから残るって言ってんだろ。おいナノ。やだやだ親分。俺の話を聞け。え、出て行かねえっつってんだよ。残ってやるんだよ、ここによ。まあ、なるほど。ほらタクト。はいはい。今この場でアニスター G とはルーンエンジェル隊の正式メンバーになることを要請するぜ。ああ、わかった。書類っと。では、ノイエ復興支援計画調査部隊最高司令官およびルクシオール艦長の権限のもとに、今この場で受理する承認だ。戦時下特権を適用してとりあえず少尉からってことでね。あ、アニス親分、ひどい、最初からそのつもりだったんですね。タクトさんも人が悪いですわ。いや人生アクセントがあった方が楽しいだろ。損失だとか残念だとか言っていたな。嘘は言ってないよ。嘘はいなくなったらそりゃ損失だよね、残念だよね。マイヤーズ司令、あなたはタヌキだ。またまたそんなに褒めないでってば。褒めてません。親分よかったのだ。ずっといるのだ、もういなくならないのだ。ああ、いなくならねえよ親分。わかったわかった、親分はな、子分を見捨てたりしねえんだよ。親分おい、あんまりひっつくなよ、鼻水がつくじゃねえか。アニス。ん？僕嬉しいよ。やめろって、性に合わねえ、照れんだろう。まあ正直仲間ってのも悪くねえ、こうして子分もできちまったしな。親分。アニスさん、アニスさん、アジーと少尉。おいおい、だからいいってやめてくれよ。苦手だって言ってんだろ、こういうのさ。とにかく俺は残っからよ、これからもよろしくな。あ、ルーンエンジェル隊へようこそ。これからも一緒に頑張りましょう。よろしくですわ。まだ知り合ったばかりだがよろしく頼む。おやぶさあさあさあ、ここらでちょっとは入隊式っぽく行こうよ。入隊式っぽく？そうそう、これさ。そりゃそう、君の制服さ。なんでそんなもんがあんだよ、俺頼んでねえぞ。まあいいじゃない、細かいことはさ。ほらほら、アニスに合わせてデザインされてるんだ、着てみてよ。
うん、いいね。親分かっこいいのだ。エンジェル隊って感じです。とてもよくお似合いですわ。 OK だ、一体感が強まったぞ。そうか。孫にも衣装だね。そんなに褒めんなよ。いや、褒めてないんだけど。ん？どういうことだ？いや、なんでもないよ。なんでもない。ない。それより司令、こういう場合は歓迎パーティーじゃないんですか？パーティー？おっと、そうだね。マジークから連絡も来てないしな。それじゃあ、安全な場所を見つけて一丁やるか。賛成ですわ。それではココさんと連携して準備をしますね。そういうことなら私も準備メンバーに加えてくれ。はい、一緒に準備しましょう。 OK だ。早速私の部屋でミーティングを行おう。わかりました、行きましょう。では失礼する。私も飾り付けでもしようかしら。それならナノナノも一緒にやるのだ。どんなのにしようかしらね。とりあえずリーちゃんたちに合流するのだ。それもそうですわね。それでは参りましょう。リーちゃんの部屋行くのだ。準備なのだ。はい。おいおい、パーティーなんてしてる場合なのか。まあこの船だけじゃどうしようもないからね。本星セルダールが掌握されてるってことはもう対抗できるのはマジークだけさ。マジーク艦隊が協力してくれない限り動きようがないよ。だから今は待つしかないのさ。マジークからのいい返事をね。そうか。カホーは寝て待てって言うだろ。これがルクシオール流ってやつさ。カホー？さあ、アニス、ちょっとオフィスまで付き合ってよ。正式な登録手続きをしなきゃならないからさ。うぃ、こういうのが面倒なんだよな。俺だって面倒だよ。ほら、パーティーの前に済ますよ。へいへい。よかった。本当によかった。アニスが残ってくれて。リリーさんも合流したし、このまま状況がいい方向へ向かってくれるといいんだけど。フォルテ教官、なんとかしますからね、絶対に。エターナルラブ、君に会えた青いこの銀河で、きっと奇跡は始まる。エンジェル in my heart。
ない空へ夢を探して迷うハロウェイ揺れる運命になぜか心乱れて道を惑う月に見守られて気高く尽きてゆけるリリーさんと合流して数日、フォルテ教官の事情も分かった。でもルクシオールは敵に見つかりにくそうなところをうろついてばかり。この船だけじゃ何もできないのは確かだけど、ちょっと歯がゆいよな。エンジェル隊、至急ブリッジへ。何かあったのかな。ごきげんよう、カズヤ。どうも、リリーさん。何かあったんですかね。それはこのドアに入ればはっきりするだろう。それもそうですね。シャナミ、入ります。シャーベット、同じく。よし、これで揃ったね。何なのだ。ちょっと前にね、ランファから連絡があったんだ。ランファさんから。マジークが説得に応じたそうだよ。マジック艦隊が味方についてくれる。今こっちに向かってるよ。しかも指揮はランファに一任だってさ。お、姉さんが指揮官なのか。やるな、さすがだぜ。すごい、これで反撃ができるかもしれない。少なくとも逃げ回ることからは解放されそうですね。やったのだ。もう隠れるのは飽きたのだ。よかったですわ。本当によかった。呼び出された時はちょっとドキドキしちゃいました。悪い知らせだったらどうしようって。ごめん、実は悪い知らせもあるんだ。え？悪い知らせ？もう一人連絡をくれた人物がいる。誰なんですか？あれは連絡じゃありませんよ。放送です。放送？またハッキング放送が行われたんだ。え？ハッキング放送？何も聞いていませんよ、僕は。前回の放送時に通信セキュリティを強化したからね。今回のはブロックできた。でも通常の通信波に流されたものは受信記録に残っていたよ。それでやっぱりフォルテスさんが。ああ、フォルテだった。どんな内容なんですの？ここ。はい、スクリーンに出します。フォルテ教官。我が名はフォルテ・シュトーレン。ノイエを新たに統治する者だ。本聖セルダール制圧後、ノイエ人民には我が支配下に収まることを勧めたが、愚かにも惑星マジークは我々の恩情を拒む道を選択したようだ。ノイエにおいてある程度の勢力を誇っているようだが、それが胃の中の蛙であることを身をもって理解させてやろう。我が軍に歯向かうなど
どれほど愚かで無駄なことか。ノイエの民よ、我らが理想を理解できぬ者たちがいかなる最後を迎えるか、その目でしかと見届けるがいい。マジック艦隊、我は本世セルダールにて待つ。いつ何時でも一向に構わない。存分に攻め込むがいいだろう。マジークの愚行が時空の神の怒りに触れぬことを祈っているぞ。はっ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 。ん？おい、ナノ。なんでもないのだ。なんだよ。いいかな。ごめん、ナノだ。とまあ、放送の内容はこんな感じさ。あの、フォルテ教官はマジーク艦隊って言ってましたよ。ああ、もうマジークの動きを察知したんだな。リリーさんから聞いた通り、本気でノイエを征服するような勢いだ。なんだよまた。見間違いかもしれないけど、やっぱり気になるのだ。何がだい？もう一度フォルテ先生の放送を見せてほしいのだ。ココ、頼む。はい、スクリーンに出します。最後の終わるところだけでいいのだ。了解。マジークの愚行が時空の神の怒りに触れぬことを祈っているぞ。はっ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 。やっぱりなのだ、間違いないのだ。どういうこと？終わりのくちゃってなるところが前と同じなのだ。くちゃって切断ノイズのことかい？そうなのだ。おいおい、そりゃただの偶然だろう。たまたま同じような感じになっただけさ。そんなわけないのだ。ナノナノの目は確かなのだ。ココ、調べてみてくれ。はい、データで比較してみます。あ、本当です。前回と今回の放送終了時のノイズが合致します。ひひん、どうなのだ。悪かったよ。合致ってどの程度一緒なんだい？寸分違いません。完全に合致します。全く同じではノイズとは言わないな。乱れているからノイズなのだ。不自然ですね。ありえない。こりゃ思わぬおまけかもしれないな。ココ、ノイズを調べてみてくれ。はい。どういうことなんでしょう。まあ、ココの解析を待とう。はい。結果が出ました。このノイズは放送が切れる瞬間の通信波の乱れですね。放送はかなり広い周波数帯で同時送信されていますが、切断時にごくごく短い時間、特定周波数で3回送信されています。特定周波数で3回送信、しかも別々の放送で。これはメッセージだ。メッセージ？一体どんな？特定周波数が3つ、数字が3つ。数字で表すもんっつったら座標か？3つなら3次元座標です。それならノイエの宇宙図に当てはめてみたらどうかしら。いや、今の状況で宇宙の一角を示してもあまり意味がない。もっとローカルな数値なんじゃないかな。あ、まさか。いや、ありえる話だ。その数値をセルダールの緯度と経度に当てはめてくれ。え、一つ余りますよ。最後の数値は高度だ、早く。あ、はい。結果はスクリーンへ頼む。はい。やはりこの位置は衛星軌道だ。クラストブレイカーの座標に違いない。地殻破壊爆弾の。私も脱出前に何度かスキャンしたのだが、妨害波により特定できなかったのだ。こりゃすごいおまけだ。
これを破壊できれば、フォルテ教官もセルダールも解放される。クロノスペースから聖堂へエネルギーを多数感知、艦隊がドライブアウトしてきます。ランファか。ランファさんより通信が入ってます。繋いでくれ。はい、お待たせ。ごめんね、手間取っちゃって。いや、交渉ご苦労様。それに指揮官就任おめでとう。いやなんかさ、まともな実戦経験者が一人もいないもんだから、こんなんで大丈夫なのって言ったら、なぜか私が心強いよ、ラファなら安心できる。それで全部なのかな。ううん、あと二陣あるわ。了解。それじゃあ指揮官殿、ちょっと相談でもしようか。今しがた興味深い情報も仕入れたしね。あら、何なの？ちょっと通信では言えないかな。分かった。なら、そっちに行くわ。そうだね、その方が安心だ。準備して待ってるよ。じゃ、あとで。聞いての通り、俺はランファといろいろ話さなきゃならない。おそらくセルダールに出発することになるだろう。当然、戦いは必至。大きな戦闘になるかもしれない。エンジェル隊各自は十分に体を休めておいてくれ。では解散。クラストブレイカーさえ破壊すれば、フォルテ教官もセルダールも解放される。クーデターが起きてからは事態に流されっぱなしで暗中模索って感じだったけど、なんかやっと希望が見えてきたぞ。よし、艦内を回ってみんなのテンションを上げておこう。や、ナナなの？こんにちは。どこか悪いのですか、ナナだ。大深海？先生いないんだね。そうなのだ。先生お出かけなのだ。だからナナの一人きりなのだ。ナノナの一人だとちょっと寂しいよね。そんなことないのだ。でもカズヤが心配してくれて嬉しいのだ。それじゃあとにかく座るのだ。診察を始めるのだ。ね、いや別にちょっと寄ってみただけだから。いいから座るのだ。暇だったのだ。暇って座れなのだ。はい。ああ、おほん。ではどこが痛いのですか？どこも痛くないけど。それじゃ面白くないのだ。面白くないって言われても。ちゃんとやるのだ。ああ、先生の真似がしたいのか。なるほど。もう一度聞きますよ。どこか痛くはありませんか？先生、ちょっと頭が。ふむ、それはいけませんね。原因とか何か思い当たる節はありませんか？近頃いろいろな話を強引に進められることが多くて、
ちょっと悩んでます。それに体もだるくて。ストレスですか。それはいけませんね。念のため内診をしましょう。では聴診器を当てますよ。くすぐったい。静かにするのだ。よく聞こえないのだ。ごめん。ふむ。息を吸ってください。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 先生、吸うばっかりじゃ持ちません。ふむ、肺活量が小さいと。それじゃあそろそろ交代なのだ。交代？今度は和也がお医者さんになるのだ。なんですと？はい、聴診器なのだ。ちょ待って。それでナナナナの胸を診察するのだ。まずい、まずいよ。それはまずいですよ。今脱ぐから待ってるのだ。さよなら。行っちゃったのだ。原因不明の症状と。セルダールはノイエで一番大きな星なのだ。人も動物もたくさんいるのだ。爆弾が落ちたらみんな死んじゃうのだ。そんなことは絶対にさせないのだ。もちろんだね。そうなのだ。みんなで守るのだ。いらっしゃいませ。ジャンクスへようこそ。こんちは。あとはこの辺だな。ほら、カメラが見えなくなるだろ。ええ、本当ですね。ってことはカメラからも俺たちは見えてねってことだ。何を話してんだろう。やあ、白波さん。ああ、二人で買い物なんて珍しいね。買い物じゃないですよ。アニスさんがすごいことを教えてくれてるんです。すごいこと？ああ、この船のセキュリティがあまりにお粗末なんだな。参考までにモニターカメラの資格を教えてやってんのさ。へえ、たくさんあるの？たくさんどころかザル同然だぜ。へえ？そうみたいなんですよね。このコンビニ一つ通っても激ヤマなんだよな。カメラの配置はまだしも棚の位置が点でなってね。今リコが立ってるとこなんてエンジェル隊全員が潜めるぜ。本当？ああ、俺がその気になればこの店のもんなんて盗み放題だな。さすがはトレジャーハンター、プロの目は違うね。そうか、まあ大したことじゃねえって。アニスさん照れてます。照れてねえよ。でどうすんだ、まだやんのか？あ、いえ、もう結構です。たくさんデータが取れました。後でタクトさんに報告しようと思います。まあこんなことならいつでも聞いてくれ。はい、ありがとうございました。そんじゃな。では白波さん、私もこのデータを資料にまとめるので。うん、ご苦労様。さて、僕も行くか。ありがとうございました。
こちらもいただきますわ。はい、毎度ありがとうございます。やあカルア。あら、カズヤさんもお買い物ですか？なんとなく立ち寄っただけだけど、それはメガネ拭き？あれ？メガネなんてかけてたっけ？いいえ、これは水晶玉を磨きますの。ああ、占いで使うあれ？ええ、大きな戦いになりそうですから、心を落ち着けておこうと思いまして。水晶玉を磨くと落ち着くの？まあ、気持ちの問題ですわね。なんでしたら、和也さんも磨いてみますか？うん、ぜひやってみたいな。水晶玉って触ってみたかったんだ。まあ、それでは後で研究室までいらしてください。 OK。 手伝いができたですね。え？なんでもありませんわ。ではでは、またですね。うん、またね。はーい、白波です。お待ちしてましたわ。どうぞ。お邪魔します。水晶を磨きに来ました。はい、では早速お願いします。任せて。これがカズヤの分ですね。え、こんなにたくさん？すみませんわね。いやいや、やりますよ。ピッカピカにしますとも。ではこの布をお使いください。うん、これで普通に磨けばいいの？まず息をかけてですね、はあ、こんな感じですわ。なるほど、はあ、こんな感じ。オッケーですね。おっと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 、気をつけるですね。バルト500年呪われるですね。500年？ミモレットちゃん、いい加減なことを言ったらダメですわ。なんだ、冗談か。本当は1000年ですの。冗談ですわ。もうからかわないでよ。なんだか気分が落ち着いてきた気がする。水晶を磨いているだけなのに不思議とリラックスするっていうか、カルーアと一緒にいるせいかもしれないな。はい、最後の一個完了。まあ、カズヤさん、綺麗に磨けましたわね。え、そう？ピカピカですね。どうですか？水晶の中に何か見えますか？この中に？綺麗になった水晶の中にさらに綺麗なカルーアが見えます。あら、お世辞がうまいんですのね。お世辞じゃないのにな。さて、それじゃあ僕は失礼しようかな。
お手伝いいただいてありがとうございます。うん、気にしないで。またね。それでは。またねですね。あ、白波さん。カズヤなのだ。やあ、カズヤも加わるといい。何の集まり？いや別に、おしゃべりしてるだけですよ。このような歓談も時に信頼を深めたりするものだ。キイちゃん難しいのだ。とにかくおしゃべりは楽しいのだ。そうだな。どうだカズヤ、カシデンもつまんでは。ああ、どうも。それじゃあラスクを。甘さ控えめなところがいいですよね。私と趣向が近いようだな。ガスというものはどうにも全般的に甘すぎる。その点ラスクは表面に砂糖がついているだけだ。表面についているとですね、より砂糖を使わなくて済むんですよ。どういうことなのだ。舌に直接触れるのでより甘みが強く伝わるんです。ほう、こんな菓子にもいろいろと工夫があるものなのだな。さすがデザート職人ですね。お菓子に詳しいのだ。いや、そういうわけでもないんだけど、たまたま知ってただけで。いや、謙遜するな。勉強になったぞ。そうですか。でもなんかお菓子は飽きてきたのだ。そうね、あまり種類も用意しなかったし。ナノナのケーキを買ってくるのだ。え？行ってくるのだ。あ、待って、ナノちゃん、ダメ。大丈夫なのだ。みんなの分も買ってくるのだ。そうじゃないの。行ってしまったな。どうしよう。こんなに食べた後にケーキなんて。え、ひょっとしてダイエット？ええ、まあ、大丈夫、太りにくいケーキだってあるよ。え、本当ですか？うん、太る原因は砂糖よりも脂肪だって言われてる。ケーキの材料ではホイップクリームにたっぷり含まれてるね。それじゃあ、それが少ないものを選べば。そう、例えばフルーツのタルトとかね。なるほど。だがプディング少尉が何を買ってくるのかは不確定だな。私ごめんなさい、仕事に戻ります。リコ、誘惑を目の当たりにする前に回避行動に出たか。賢明だな。そんなに我慢しなくてもいいのに。まあ、男のカズヤには女心はわかるまい。そんなもんですかね。そんなものだ。さて、それじゃあ僕も失礼しますよ。なんだ、行ってしまうのか。ケーキが2個も余ってしまうではないか。大丈夫です、きっとナノナノが食べちゃいますよ。なるほど、それもそうだな。では。ああ、ではまたな。マラソンしてんの？ああ、飯はうめえし、寝床は快適だし、こんな環境じゃ油断してってすぐに治っちまうからな。へえ、さすが。まあな、走りで俺に勝てるやつなんざこの船にゃいねえだろ。なんだよ。アニス、
世界は広いよ。は？君のその自信を打ち砕くものがここにいるぞ。へえ、いるじゃねえか。うっしゃ、なら勝負と行こうぜ。受けてた。こっから公園の出入り口までだ。先に壁に触った方が勝ち。いいな。いいとも、僕を甘く見るなよ。よし、このコインが地面に落ちたらスタートだ。あ、行くぞ。出れ。負けられるか。僕だって。うわあ、タッチ。負けた。まあここまでやるとは思わなかったぜ。なかなかやるじゃん。くそ、負けは負けだよ。ま、そう悔しがんなよ。俺がここまで息上げるなんて珍しいぜ。ほら、もう心臓バックバク。な、こんなになったのは何年ぶりからぜ。どうした？胸の感触が。なんだよ。話して。なんだよいきなり。あれ、おめえ顔が真っ赤だぞ。なんだよ、負けたのがそんなに悔しいのか。ガキだな。ガキはアリスだろ、この男女。なんであいつ。あれ、なんか前にもこんなことあったよね。さてと、そろそろ部屋に帰ろうかな。あ、全ブロックに通達。本艦はマジーク艦隊と合流し、本星セルダールへ進路を取ります。これより作戦行動に入りますので、全クルーは担当部署にて待機してください。追ってブロック長から作戦内容の説明があります。なお、エンジェル隊員は召集まで行動制限はありません。以上。セルダールへ出発か。司令は一体どんな作戦を立てたんだろう。できるだけフォルテ教官と戦いたくないな。ドライブアウト完了。遠距離スキャン、敵の陣形を解析。了解。あのマイヤーズ司令。ん？なんだい？やっぱりフォルテ教官と戦うことになるんでしょうか。敵陣の状態も今調べ始めたばかりだしな。まだ何とも言えないさ。なるほど。でも覚悟はしとくべきかな。こっちがクラストブレイカーの座標を知ってることは悟られたくないからね。ちゃんと芝居をしないとな。そうですか。スキャン終了。スクリーンに出します。 すごい数だ。敵艦数は約700隻です。こちらは約400隻。ちょっと不利だね。ちょっとかな。ここにクラストブレイカーの座標を表示してくれ。はい。へえ、いかにもでもなく、それでいて守りも決して手薄じゃない。うん、いい配置だ。感心しないでください。まあまあ、この配置だと随分と迂回しなきゃならないか。かなりの距離ですね。時間がかかりそうだ。うん、
なら迂回しなきゃいいのさ。で、ここエンジェル隊を集めてくれ。了解、招集します。さあ作戦会議と行こうか隊長。ま、はい。さてフォルテの艦隊の目の前まで来てるんだけど、これに対してルクシオールを含めた友軍艦隊の作戦行動を説明しようと思う。どんな作戦なんだろう。知っての通りフォルテは我々にクラストブレイカーの場所を伝えてきた。もちろんこのことが敵に知られたらかなりまずい。すぐに落としかねねえな。ああ、だからフォルテは手加減なしで本気で来るはずだ。彼女とは窮地の中、俺の常套手段は通用しないだろう。そこでだ。それなら俺がやりそうにない方法、力押しで攻めてみようと思う。一点突破。簡単に言ってしまえばこれだけさ。手順は至って簡単だ。まずルクシオールを抱える形で逆円錐陣形を組む。これが突撃隊だ。そして敵陣めがけて突っ込む。とにかく勢いで突破して、そこで紋章機を発進。エンジェル隊でクラストブレイカーを破壊する。作戦内容は以上だ。質問は？ねえんじゃねえの？よし、エンジェル隊は紋章機内で待機。名付けてクラストブレイカー破壊作戦だ。そのまんまじゃんかよ。またまた褒めないでってば。褒めてねえよ。第2第6隊配置につきました。これで初期隊列は完了です。カズヤ、そっちはどうだい？全員紋章機内で待機中です。よし、そのまま待っててくれ。了解。それじゃここフォルテに呼びかけてみてよ。了解しました。さーて、応答が来ました。スクリーンへ繋いで。やあタクト、生きてて何よりだ。まあね。そうそう、リリーを知らないかい？逃げられた上に見失っちまってね。無事に合流してるよ。ああそうかい。だからフォルテのこともいろいろと聞いてるし、セルダールの現状も把握した。それでなあフォルテ、俺たちってやっぱり戦わなきゃならないのかい？他に方法はないのかな？そんなこともわからないお前さんでもないだろう。またまた、そんなに褒めちゃって。褒めてねって。まさかこんな日が来ようとはね。あたしゃ嬉しいけどね。なんてったって、あのタクトマイヤーズと勝負できるんだ。エデンの英雄とね。またまた。今のは褒めたんだよ。ここ全艦攻撃開始。了解。フォルテ、この前の俺だ。覚悟しろよ。ああ、
受けて立つよ。かかってきな。突入ポイントに集中攻撃、突撃隊前進、陣形再編成開始。クロア、始まったぞ。いつでも出せるように頼むよ。おう、任せとけ。突撃隊、陣形を整えつつ前進中。何があってもひるむな。紋章機を敵の裏側に運ぶことが最優先だ。マジック艦隊本陣より分離した部隊があるな。速度を上げつつこちらの陣に突入してくるようだぞ。そうきたか。タクトにしちゃ随分直球だね。この位置に攻め込むことは、あれはなんとか伝わったんだね。接触ポイントへ編成を集中させてはどうかな。バカだね。隙間を詰めたら同士打ちになっちまうだろ。接触ポイントに近い船は現在地を保持だ。本陣外周部から50くらい見繕って待機させな。了解した。突撃陣形が整いました。突入ポイントまで距離5000。突撃隊転換、速度をルクシオールに同調。ダメージは？本艦はまだ無傷ですが、先頭の船には被害が出始めています。耐えろよ。出足が肝心なんだ。接触ポイントまで3500。ランパー、ついてきてるか？当たり前でしょ。しっかりお尻に食いついてるわよ。もうすぐ接触だ。気をつけてくれ。これ以上何に気をつけろっての？それもそうか。接触に備え前方シールド強化。攻撃の手を緩めるな。敵突入部隊が本陣と接触するぞ。待機させといた船を移動させな。敵がこっちの陣に入りきったら入り口を塞いじまうんだ。袋のネズミというわけか。何余裕かましてんだい。相手は歴戦の勇士なんだ。舐めてかかると痛い目見るよ。突撃隊前艦、敵婦人内に侵入。敵の動きは？再編成を行っています。突入部が塞がれました。どの道片道切符だ。放っておけ。前方シールドにもっとエネルギーを回せ。ちょっと、出力が臨界ギリギリだ。もう少しセーブしないと危ないよ。わかった。そっちでリミットをかけて構わない。ただし速度だけは落とすなよ。わかった。敵陣終端まで距離1万9000です。まだまだ序の口だ。とにかく進め。おい、第三陣まで到達されたぞ。突破されるんじゃないのか？使えないね、自動操縦艦ってのは。仕方ない、第四陣の編成を崩して進路を塞ぐんだ。くれぐれも同士打ちに注意すんだよ。分かった。これくらいならないと真実に見えない。くたばるんじゃないよ、タクト。結構激しく揺れてきましたね。大丈夫なのか？力を知ってるのは案外コツがいるんだぜ。心配するな、指令は百戦錬磨、必ずやり遂げる。そうなのだ、タクトを信用するのだ。そうですわね。カルア？変身してないの？あら、そういえば忘れてましたわ。ミモレットちゃん、いませんわ。わあ、ミモレット！前方に敵艦が集中しつつあります。かなりの数です。敵陣終端までの距離が約4000です。最大戦速の用意、ダッシュをかけるぞ。え、他の船がついてこられませんよ。構わない。ラファ。何？先に行く、しんがりを頼む。ラファ大丈夫、しんがりね。オッケー、任せといて。すまない。攻撃を中止、エネルギーをシールドと水力に集中。了解。最大戦速だ、一気に突っ切るぞ。一石スピードを上げて隊列を飛び出した。この加速はルクシオール。
何をしようというのだ、愚かな。愚かはお前だ、バカタレ。さっさと第五陣の船を寄せ集めるんだよ。おいおい、これ以上隊列を崩す必要もないだ。一隻で突破できるはずあるまい。できるんだよ。そいつはタクトが指揮してる上にエデンの最新鋭艦なんだ。何？はい、はい。ほら、グロ、さっさと進路を塞ぎな。くそ。敵陣終端まで距離1100。あと少しだ。もうダメだ、ダメ。エンジンが持たないよ。なんとかしろ。もうちょっとだ。無理、さっきから臨界値を超えっぱなしだ。もう爆発する。ここ距離300 200 100 0。本艦から半径500以内に敵艦なし。水力停止、シールド最大パワー、ミッションポイントフルスキャン、詳細データを申し置き。了解。ルーンエンジェル隊出撃だ。詳細を転送するわ。了解です。これがミッションエリア全体のスキャン結果よ。そしてこれがクラストブレイカーの正確な位置。今回のスキャンで分かったんだけど、複数あるの。フォルテさんとセルダールを解放するには全てを破壊しなければならないわ。ミッション目標は衛星軌道上のクラストブレイカーを全て破壊すること。敵はそろそろこちらの作戦内容に気づくはず。クラストブレイカーを起動される前に素早くミッションを遂行してください。カズヤ、ココの言う通り、正直いつ落とされるかわからない。とにかくできるだけ急いでくれ。頼んだぞ。はい、健闘を祈る。よし、合体だ。